今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は3271人でした11日連続で前の週の同じ曜日を下回りました感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の3271人で先週の火曜日から392人減りました直近7日間の感染者数の平均は3454人で 前の週と比べて92%となりました。重症者は昨日と変わらず4人です。重症者用の病床使用率は2.1%、全体の病床使用率は16.9%となっています。80代と90代の男女5人の死亡も確認されました。